綺麗ですね。もう新品ですか？新品です。まだ出来たてほや。ね、100個しかないんですよね。そうです。赤バリ、めっちゃかっこいいですね。松設備さんに来てもらいました。光栄な拍手。ご近所さんなんですね。そうです、あの近所です。どれぐらいで来れるんですか？車でどうですかね、15分20分ぐらいで。はい、どうですか、こうできた時嬉しかったですか？いや嬉しかったですよ。もうオープンする前から僕遊びに来てるんで、はい、あ、そうなんですね。ホームグラウンドです。はいはいはい、はい、ホームグラウンド、地元みたいなもんですね。そうです、はい。で、あの小道具を取らせて行ってもらいたいんですけども、はい、松設備と書かれていますが、はい、お仕事ってどんな仕事されてるんですか？私はあの主に衛生、衛生設備、はい、はい、そうですね、配管とか、まあ水道屋さんっていうんですかね。はいはいはい、でまたね、僕電気チャンネルなんですけど、はい、ちょっとまた電気とは違った腰回りを見れるという感じで、はい、早速見させてもらいたいと思います。綺麗ですね。もう新品ですか？新品です。まだ出来たてほや。バリスティックが好きなんですか？そうです、もう集め出した時にちょうどバリスティックが出た時期で、はいはいはい、これしかないなと思って。ミックスを集め出したのは最近なんですか？そうですね、もう2年もう経たないですかね。はい、一目惚れした感じですか？そうです、まあ前々からずっと欲しいなと思ってたんですけど、はい、なかなか手が出せなかったもんで。その皆さんがこうミックスを買い出すきっかけとかってどんな感じなんですか？もともとは普通のというか、そうですね、他メーカーの保証を使ってたんですよね。もう昔からやっぱかっこええなっていうのがやっぱりあったんで、はい、とは思いつつ、ちょっと手が出ないとか、やっぱりなかなか手が出せない、はい、金額も結構すごすごするんで。なんかそのタイミングがあったんですか？その時に何かがあったとか。そうですね、その集めようかなって思った時にやっぱりなかなか手に入らんっていうのがあったんで、はい、逆にそれに火がついちゃってこれ集め出したっていうのもありますかね。集め太郎精神で今ここまで揃ったということで、はい、そうです、はい、かっこいいですね。これ会社のロゴマークですか？そうです、松設備、はい、プランバーっていうんですか、設備屋さんのこと。配管工です。あ、配管工、はいはい、配管を切ったり、そうです、ネジ切ったり、ネジ切ったり、僕らと同じようなって言ったらあれなんですけど、はい、似た作業もされるんですね。そうですね、はい、バンドソーとかも使うんですか？あ、全然使えます、はい。でこれはゴミ箱として使ってるんですか？そう、もうちょっとした継ぎ手を入れたりとか。あ、継ぎ手っていうのはジョイントのことですか？そうです、配管の僕らでいうカップみたいな感じなんですかね。そうですね、とは言わないですか？まあ、カップとは言わないですけど継ぎ手っていう、ね、継ぎ手、はい、はいはい。これはなんか変わった形の何ですかこれ？あ、それはトップの、メガネにも、メガネか、これ半メガネっていうんですかね。そうですね、12、13あたりが多いんですか？やっぱ多いですかね、その辺のサイズが。13の中はこれ10ですか？2個になってます。2個になってます。まあ、13、10でしょうね。あ、そうですね。まあ何段階かあるということで。そうです。それはどういう作業で？主にまあ天井配管の時にまあバンド締めたりとかっていう作業で、はい、バンドっていうのがあるんですね。はい、このモンキーなんか珍しいですね。これは、KTC のモンキーです。これはもう一番使いやすいですね。あ、僕はハマってるというか。ハマってます。どう使いやすいんですか？持った時にしっくりくるっていうか、はい、なんせしっくりくる。使ってみな分かれへんっていう。そうです、そうです。とりあえずいいんですね。そう、とりあえずいいです。これはね、はい、本当に僕あのおすすめです。ありがとうございます、はい、じゃそのままカッターナイフ。はい、カッターナイフは設備屋さんはどういう時に使われるんですか？保温材切ったりとか。あ、ピンクとか青のやつですか？まあそういうのもありますし、はい、配管に巻くような保温材があるんです、あるんですけど、はい、そういうのをカットしたりとかいう時に使えますかね。黄緑の。そうです、こんな色があるんですね、はい、このモンキーはまた違う感じの、はい、これは、はい、違います。ロブスター、ロブスター、はい、結構年季が結構そうですね。それはもう若い時から結構、はいはいはい、長い友達ですね。そうです。で、毛がき、はい、ペイントマーカーとかをよく使うんですか？
そうですね、マス締めとかですか、塩ビの配管に要はマーキングしたりとかするときにやっぱりこれの方が使いやすいというか分かりやすいす、ね、色分けとかして、そうですね、まあ僕ピンク好きなんで、はいはい、ピンクの方が多分緑は多分一回も使ってないですけど、そうなんですね、はい、とりあえず入れてるというそうです、はい、この色かっこいいですね、プレートピンクゴールド、ピンクゴールド、はい、ピンクが好きやからピンクゴールドですね、そうなんです、はい、これの真っピンクがもし出たら、あ、もう即買いです、がないからピンクゴールドですね、そうです、はい、もうこれもなかなか手に入らんくって、あ、そうなんですね、ちょび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 いろんなところで集めて、はい、ようやく完成しました。これは3連っていうんですかね、全部同じ長さですかね、全部同じでこれだけ足して、こいつだけ足してやるんですけど、はい、だいたいこう下が揃うようになってるんですかね、だいたいそうですね、はい、ここは何を入れてるんですか、そこは塩ビカッターって、あー、はい、くるくる回すやつですか、いや、あのハサミみたいなやつなんですけど、僕らが使うのと一緒ですね、多分それの小さいサイズのやつがちょうど、はい、えぐらい入るんで、あ、そうなんですね、はい、それ入れたりとか、はい、ありがとうございます、はい、ここはえ、そこはあのペンドラなんですけど、はい、ちょっと今ちょっとペンドラ修理出してるんで、はい、ペンドラは設備屋さんはどういうシチュエーションですか、ペンドラも、はい、配管のバンドを締めたりとか、あ、ビス締めとか、そう、そうですね、あんまりビスとかはあんまり僕ら使わないんですけど、そうなんですね、バンドを締めたりとかっていう作業の時に主に使います。配管のバンドってマイナスですか？ナットですね。あ、ナットなんですね。はいはい、ナットで締めていくと。はい。すみません、無知で。あ、いい、いい。これ僕も持ってるんですけど、はい、ね、一時期すごい話題になった、ベッセルのリミテッドゴールですよね。一目惚れって感じでした。そうです。これしかないなと思って。結構でも綺麗な状態で保たれてますよね。そうですね、いいな、これ多分今でもいい価格で売れると思います。あ、本当です。全然僕全然知らなかったですけど、一回ね、あの誰も買えなくなって4万ぐらいまでメルカリで出店されてて、それでも買ってる人いました。これはタッカーですか？いや、タッカーっていうか、何ですか、これはちょっと壁に穴開けたりとか、あ、なんて言ったらいいんですかね、万能のなんて言ったらいいんですかね、ちょっと名前わからないですけど、ちょっと開けたりとか、はい、まあ、ちょっとハツリっていうか、ね、ちょっと切ったりとか、ほうほうほう、なんかいろいろできる、はい、みたいな。主に、はい、マッツさんは壁、僕はそうです、ボードちょっと開口したりとか、ははそういう時に使いますか、ね、そこに配管を通していくってことですか？そうです、はい、一般住宅とか、一般住宅、まあ、主に僕は店舗が多いんで、はい、まあ、そういう店舗で使ったりとか、はい、ドギュンということで、はい、なんかこれちょっと僕らと変わった形ですね。そうですね、これはプライヤーですか？プライヤーです。 KT-PS プライヤーは、すみません、どういうシチュエーションで使われるんですか？プライヤー、これもずん切りを回したりとか結構使えますかね。これは使わないんですか？あんまり、まあこれも使うときあるんですけど、はい、やっぱ僕ら使うのこっちの方が多いですかね。あ、そうなんですね、なんか形が変わってますね。そうですね、設備屋さんはこれが普通なんですか？これがやっぱ多いと思います。はい、また職種でいろいろ違うんですね。そうですね、すいません、出しっぱなしで大丈夫ですか？あ、いいですよ、いいですよ、申し訳ないです、はい、あ、ネジタオルス、ネジタオルス、これはピンクでやっぱ出てきます？ネジタカンとこが出てきます。はい、改修工事とかがあるってことですか？そうですね、の際にどうしても回らんものを、やっぱりそういう時に使ったりとか、はいはい、はい、あ、これあれですね、はい、100個しかないんですよね。そうです、赤針、めっちゃかっこいいですね、なかなか、はい、あ、これもあれじゃないですか、新しく出た。そうです、すみません、はい、ミックスのインナーケースで、はい、ここにあれですよね、つけて首からかけたりするんですよね。どうですか、使い心地は？いや、もうやっぱ最高ですよ。最高ですか？はい、水平器、はい、あ、ピンク好きですね。ピンク好きです。もうピンクがあったら何でもいっちゃいます。はい、あ、お店も大好きです。
奥さんにしばきたおばあ奥さんが見んことを祈っときますここは銀色は元からなんですか。これは元からですね、はい、で水平器を入れるためにそうです、はい、こうされて、はい、バリスティックでそうです、すごいな、はい、でこれがなんかあの新しく出たあれやと聞いたんですけど、ちょっと外して見せてもらっていいですか。そうですね、これのこれです。田島のこれはどういうことですか。要は、はい、これが合体してるんですかね、ま、前まではこの一つ単体で、はいはいはい、こういう形やったんですけど、最近出たんがこの2連の、あ、はい、はい、どうですか使い心地は。まだあんま使ってない。そうですね、まだちょっとこれもようやく手に入って、はいはい、ちょっと組んできたんで。レアなんですかこれ。なかなかね今ちょっと売ってないんですよこの辺やと、なかなか手に入らないんで、はい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 、ですいません元に戻して、はいはい、上がこっちでしたっけ。はい、まああの使い勝手で。ここはこれは何に使われてるんですか。はい、スマホ入れたりとか。こっちがスマホ。そっちが、はい、はい。でまあポーチはちょっとした小物入れたりとか。はい、ね、はい、これは大松で。はい、もう買っちゃったんですね。のもうずっと欲しくて、はい、初めて大松さん遊びに行った時に。あの日は初めてですか、僕お会いした。あの日は3回目。ああ、え、そうですそうです、そうそう、初めてお会いしたってね、はい、マツコデラックスの時です。そうですそうです。ってことでいろいろ見せてもらいました。はい、補助台と。そうです、これもちょっと電気屋さんの見てかっこええなと思って。あ、初めて、はい、補助台ちょっと。設備屋さんではあんまりされない。あんまりしないですね。設備屋さんを腰の部はこう、はい、するんですか、バリバリの。僕らやっぱりその天井配管したりっていうのが多いんで、はい、結構つけたりとかっていうのが、はい、はい、まあ、僕らと同様に腰の部は巻くわけですね、普通に。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、見逃してるとこないですね、はい、大丈夫ですかね、はい、全部いきましたか、ね、じゃあすいません、あの最後に。はいはいはい、巻いてるとこ、あ、はい、見たいです。靴もピンクですね。はい、先ほど服はピンクが出た。買うんですか。買います。買いますか。ちょっと楽しみですね。ピンクも実はオンリーミーさんで、はい、ピンク先ほど買いました。あ、あるんですか。あります。へー、楽しみですね。はい、じゃあ腰道具の装着姿ということで、はい、ちょっとゆっくり一周回ってください、はい、こんな感じで毎日作業されてるんですね、はい、でもピンクですね。でもピンクです。熱だろ、そのピンクですね。ピンクです。ありがとうございます。はい、あの僕のチャンネルはまあ電気工事系のチャンネルなんですけど、まあ、今ちょっとね若い職人さんとか減ってきたと思うんですけど、はいはい、松さんは何歳ぐらいから。僕はもう15歳から、はい、今っておいくつか聞いていいですか。今は僕37歳です。37ですか、はい、じゃこれから入ってくる若い方に向けて職人業界の楽しさとかあれば教えてください。そうですね、まあ、今建築業界なかなか厳しいですけど、けどめっちゃ楽しいんで、あのみんなぜひ、はい、ガンガン入っていてください。まあ頑張ったらこういう、ね、高級な腰道具も買えるってことですもんね。まあモチベーションがねやっぱり、ね、夢のある職業ですよね。やっぱりスーパーマンになった、はいはい、気持ちになれるんで。ありがとうございます。めちゃめちゃ生きてるですね。最後めちゃめちゃ生きてる。アンチ待ってますですね。あの松さんね、あの、はい、インスタとかねされてますよね。はい、はい、あの概要欄の方に URL 貼って、はい、貼っときますので、ぜひフォローしに行ってください。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
身長合わせるの大変なんだこっち。すいません。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。